ゆりこたやかです。皆さんこんにちは。今日はね、いろいろお知らせがあるなんですけど、まずは一番、ババーン、私の写真集はね、ネットで買えるようになりました。イエーイ。サイン付きでもうありますので、ぜひ皆さん買ってください。どこに買えるのはこちらのリンクです。ポブン、ぜひこちらでね。うん、これはね、自分もデザインもしたし、かわいい&セクシー、かわいい&かっこいいというのイメージのコンセプトを自分で作りましたので、初めてこういうタイプの写真集も出したし、ぜひ皆さん応援してくれたら本当に嬉しいです。よろしくお願いします。よし、で、2番目、もうすぐ何があるんでしょう。 This is Halloween! This is Halloween! Halloween!そう、ハロウィンが来ます。私の大好きなシーズンが来ました。そう、私の大好きなシーズンは秋。なぜというと、ハロウィン、ハロウィンはね、小さい時がハロウィンだけにコスプレっていうか衣装を作ってたの時期だったから、ほんと大切だよ、自分に関しては。ほんと、ハロウィン来たって、もうお幸せ。今年はね、イベントに出ないかなって思ってたんだけど、いっぱい出演が来て本当に嬉しいです。ありがとうございます。まずは10月の12日は土曜日のダイヤモンドカッターのイベントに出ます。イエーイ。で、このダイヤモンドカッターはね、ちょっと面白い。なぜというと、まずは私はね、初めて日本で審査員審査員をやります。イエーイ。ジャッジメントするのことはね、世界中ね、やってるんだけど、日本はね、なかなかなくて、初めてになるのはそのイベントになります。みんなハロウィンで本気出して、いろんなコスプレもやってて、ちょっと楽しみにしてます。場所はアイソトープランジになります。新宿の2丁目です。ということで、ごめんなさいね、このイベントはね、ウォーマンスオンリーになります。イエーイ。ちょっと私に関してはちょっと嬉しい。わっ私は、ね、全部の美少女と美人の真ん中にコスプレもやってて、超嬉しいです。ちょっとね、ウォーマンスオンリーになるから、ちょっと男はね、綺麗になっちゃった申し訳ないです。ごめんね、次でお願いします。で、コスプレをやるのはセーラームーンになると思います。で、次はみんなよく知ってるのイベントになるんですけど、池袋ハロウィン、よし、やっと来た。26日の土曜日に出させていただきます。で、今年はホースチェイキランドに出させていただきます。ぜひ皆さん一緒にチェイキを取りましょう。また詳しいの情報は私のツイッターにいつもチェックしてください。で、とりあえずは以上です。もしかして増えるかもしれないなんですけど、結構ハロウィンでね、いろんなコスプレとか、もうすごい衣装とかメイクアップを、皆さんなんか、なんで今年は特にみんな頑張っちゃう、なんかみんなコスプレ屋の意識になるって気がするから、ちょっと今年はね、どんな感じになるのかな、お楽しみです。よし、今年と来年また全国回れたらいいなって思います。ぜひ皆さんよろしくお願いします。参加ができるかどうかぜひコメントに待ってます。あとはいいねボタンして、チャンネルを登録をしてください。またよろしくね。バイバーイ、チャオ。